こんにちは、プロドリフチャンネルです。かわいいカップ咲きの紫色の花、ミーレンベルギアと言います。最近ではこのような白地に真ん中に紫の輪を描くような品種も登場してきているということです。お日様が大好きな植物ですから、よく日の当たるところ、水は乾いたら、ただしこれだけ茂っていると上から水かけると蒸れてしまうということがあるので、株元に水をやるようにしてください。次々と花が咲いてくれるので、水溶性の液肥を月に3回やってということをすると、まあ暑さにやや弱いので、蒸れに弱いので、夏は若干花数少なくなりますが、秋まで長く花を楽しむことができます。ただこれそのままにしておくのではなく、ある程度花が咲いて花の盛りを過ぎたら思い切って半分ぐらいに剪定して、株をリフレッシュしておくと、また新芽が出ていっぱい花を咲かせてくれます。